おはようございます。食事の用意もできてます。は？私は十分に寝ました。もう。ワルナ先輩、だって失踪したって。どうしてこんなところに。だいたい動いて大丈夫なんですか？局長が心配してます。早く内情本部に。あなたは誰なんですか？マリナ先輩を語る偽物ですね。マリナ先輩をさらったのもあなたなんですね。本物と入れ替わろうって魂胆ですか？私は騙されませんよ。マリナ先輩をどうしたんですか？あなたは本物のマリナ先輩です。でも本当に、先輩は重傷を負って、ちっと、もちろんです。特にマリナ先輩の言うことですから。小次郎さんがマリナ先輩の言うことは信じちゃダメって言ってました。ここはどこなんですか？じゃあ誰の？で、お、いつからそこに？ずっといるわよ。それは気づきませんで。私、桐野京子と申します。クルスの亜美よ、よろしく。何ですか？それって内調のデータベースを漁ってくればそれでいいんですか？唐突ですね。先輩、でも私その言葉信じていいのかどうか。マリナ先輩、私の意思は無視なんですね。一体何をやろうとしてるんです、マリナ先輩。その子は？失敗？でもいいの？彼女で。あら、どうして？そのまま退職？私なんかと話してていいの？私なんかと話してていいの？
本当にあの子で大丈夫なのかしら。ま、マリナが選んだ以上、私は口を挟めないけど。え？そんなこと、どうだっていいでしょ？優しいのね。ごまかしてなんかいないわ。でも思い出すのも。何から話していいのか。ただ私は決して本人ではないのよ。ただ母体の記憶が一番色濃く残ってしまった個体、それが私。そして数少ないオールマイティーなクローン、最も人間に近いクローンだと思ってもらって構わない。私の母はアルカ・ノバルティス、そしてその記憶のほとんどを受け継いでいる。他のクローンはその製造過程において一部分しか受け継ぐことができない。それは記憶だったり、容姿だったり、本能だったり。いいえ、彼女はオールマイティよ。そして国王の記憶をそのまま移植できた最初のクローン。オールマイティといっても、私はアルカの体を直接使って作られている、いわゆるマターと言われている個体なのよ。多くはアルカの体を単純に培養し、部品取りのために存在する個体で、私のように四肢があるのは少なかったわ。つまり私はオールマイティであり、マターであるという特殊な位置に置かれた。その存在があって、私は逆に研究者たちと共に仕事をすることになったのよ。そうね。でもそういう細胞レベルでの実験もあったけど、個体レベルの実験もあったわ。実際に交配させるのよ。体外受精も行われたし、それこそあらゆる手段を用いて個体を作ろうとしていた。その過程で様々な薬や技術が生まれた。私たちの体を使ったね。シュミットにですか？でもそんなことは、一番の目的、それは強いアメリカを作ることではなく、先輩、本当に？いえ、何でもないです。そんなことしてないです、してないです。でも怖くて、もし誰かに見つかったら。はあ、エドワード・シュミットの大まかな説明だけしに来ました。あとはデータを見てください。癖、口調、趣味、何でも揃ってました。ただ暗殺はどうかと。レポートにはあります。日本への影響も分析されてました。エドワード・シュミットは軍産共同体に大きく貢献している人物で、アメリカ国内のエネルギーをかなりの割合で掌握しています。産業界、世界には彼を信奉するものも多く、鉄鋼業、石油、自動車、造船、航空会社などには
エドワード・シュミットなしにアメリカ合衆国は考えられないとまで言い切る人間も少なくありません。さらに軍部にも支持者が多く、現 CIA 長官もエドワード・シュミットの信奉者であることが分かっています。それに対抗すべくハト派の連合もあるそうですけど、それはデータで用意しました。もともと名前がそんなに有名でないのと、人を信用しないことでも有名です。また彼は陸軍出身で、体もかなり強靭とのことです。お忍びで来るときはボディーガードさえつけないことも多いそうです。アメリカ大統領も彼には頭が上がらないと言われていますが、信憑性は測れませんでした。従来のデータ通りなら、いえ、なんとなくそう思っただけで。そういえば、あのアドリアさんでしたっけ、 FBI の。あの方、今朝死体で上がったそうです。詳しいことはちょっと。それから銃持ってきました。シグの P228 です。ダブルカーラム仕様です。予備のマガジンと弾。私が盗んだってバレたら。はあ、本当にやるんですか、マリナ先輩。マリナ先輩、先輩、死なないでください。先輩。はい、先輩の成功を信じてます。マリナ、エドワード・シュミットよ。会うのは2回目か。内調の人間が我々に協力してくれることは非常に喜ばしいことだよ。合衆国を代表して私が礼を言おう。君は正しい選択をしたのだ。誇りに思いたまえ。普段はこんなところに来たりはしないんだがね。アミがどうしてもと言うんだね。私が死ぬということはだよ、君、アメリカ合衆国を敵に回すということだよ。分散共同体という無限の構造体を作り出したこの私に手を出すことは、その国の死さえも意味するのだよ。さて、私は暇じゃないんだ。本題に入ろうか。見返りは？大胆だな。君らがテコ入れするとでも言うのかね。クローンを使った産業はすでに大きく成長しつつある。そこにおいても我が国が常にコントロールすべきだ。いいだろ、あんな小さな国は貴様らにくれてやる。
君は実に話のわかる人間だ。女なのがもったいないくらいだ。素晴らしい、素晴らしいよ。君のような人間がこの国にいてよかった。いつかこの国は君に感謝することだろう。おっと、だいぶ時間が過ぎてしまったようだな。詳しい段取りは亜美に伝える。今夜ほど刺激的な夜はなかったよ。素晴らしい。では失礼するよ。私にはあの短い会話にどのような意味があったのか。ええ、今夜9時に。彼は元情報部員たちが連れて行ったクローンたちを探しているわ。私が知っているだけでも安藤、藤井、三村、この3人の日本人が連れて帰ったわ。彼女もクローンで、でもユカが一番安定していたクローンだわ。三村隆には衝動的に殺人を犯してしまうプログラムが入っているわ。それを抑えるために精神安定剤の一種のようなものが必要なのだけれど、あの子たちは脳の発達が遅かった。でもその代わり普通の人には見えないものが見えたわ。そう、これはまだ科学的に証明されたわけではないのだけれど、人間にはそこで起きたことやその人の経験を知ることができるみたいなの。例えば大きな事故があってたくさんの死者が出た場所、虐待されたその子供の体、人はおのずとその中からそこで起きたことや危険性を感じ取る。私やあの双子はそれをはっきりと視力で目に捉えることができるわ。あの子たちは私を見ると母親の姿が見えるというわ。それがマヤコなのか、アルカなのか、トアなのか、シンなのか、それは私には見えないからわからない。そしてそれは私の体にとどまっている記憶だから変わることはないらしいの。別に微笑んだり抱きしめたりそういうことは絶対ないけれど、でもあの子たちは私に母の姿を投影していたわ。マヤコも、マヤコも見えたんじゃないかしら、国王の記憶が。人工的に記憶を移し替えなくてもあの王宮にいただけで国王の記憶を知ることができたかもしれない。一人でもいい、一人でも生きている苦労を回収したい。シュミットはそう考えているわ。彼は自分の後継者を探しているらしいわ。それも完全な実施でも彼にとっては違う人間。欲しいのはもう一人の若い自分だと思う。記憶も全て。すごい、すごいわ。一体どうやってたった一日でシュミットの欲しているものが分かったの？時間。それはそういう意味で言っているのではないと思いますが、つまりシュミットが欲するもの、それは技術があれば
誰がそんなこと決めたんですか？科学的な根拠でも。遅かったね、アミ。少年はちゃんと連れてきたかね？我が合衆国の未来。ん？何を黙っているのかね。おお！貴様！なぜここに？